平成24年5月11日、阿蘇市カリにある長寿ヶ丘公園の筒じが見頃となり、第20回長寿観音筒子祭りが始まりました。この日は、長寿ヶ丘公園の長寿観音堂前で、住職がお経を唱えて観音様の供養と長寿ヶ丘公園の発展や家内安全を祈願しました。 そして、長寿が丘公園管理組合の鎌倉小七組合長と佐藤阿蘇市長が挨拶。つつじ祭りが始まりました。長寿が丘公園は、外林山裾野に広がる4ヘクタールの斜面に。地元、刈谷地区の人たちが、42年前からつつじなどを植栽して、公園化したものです。長寿が丘公園のつつじ祭りは。 阿蘇市で開催されている朝の花小読み2012に合わせて、この日から始まり、白や赤など色とりどりの平戸ツツジ1万本が満開となっています。長寿が丘公園には、ツツジのほか、桜クラ500本、モミジ150本など植栽されていて、長寿が丘公園管理組合の話では、ツツジの見ごは、 5月下旬前半頃までと言っています。